名前でしょ。はい、じゃあまず1曲目は、初めての春樹曲です。聴いてください。大切なものは失って初めて気づくという。でも僕は遠くに分かっていたんだろう。君の今が幸せなことを祈る。君がいなくなったからの初めての春。君が選んだ道は正しかったと思う。周りがどう思おうとも自分の好きに生きていいさ。MC のコーナー。あ、ブリしなくていいですよ。僕昨日ある看護学校の謝恩会に行ってきたんですよ。不法侵入じゃないですよ。ちゃんと職員としてね。そうするとね、多分皆さん看護学校の謝恩会って聞くと、こうすごい清楚な女の子いっぱい来そうなイメージないですか？なんか白衣の天使みたいなね。それ大きな間違いですよ。ちょっと高校生も今日はいるから、ちょっと世の中の現実ってどうなってか教えますけど、大体ね、そういうのに来るのってみんなキャバ嬢みたいな子がいっぱい来るのね。30人いたらもう30人みんなキャバ嬢みたいな。それでこうテーブルの隣に座ってこうお酒ついてくれたりするんですよ。でメッセージカードがあって、で僕のメッセージはまあ、いろいろ書いてあるんだけど、最後に職場でこうやってたまにギター弾いてくれて素敵でしたって書いてあったんですよ。嬉しかったです。じゃあ次、最後なんですけど、次は次に来る春って曲です。聴いてください。僕はどうして夢を追えず、ずっとここで
しい長い時間がかかって気づけた人の良さって長い時間変わらないから僕はどうして以上です。